はい、こんにちは。車買い取り専門店ジボヤ菓子店でございます。今日はね、30年式の CX3 です。これ2回目なんですけども、まずはじめに、ね、こっちの角、ここの角と向こう側のね、後ろのリアの角ですね、傷があったんですよ。でそれをね、塗装しました。なので今あるのはね、こういうね、ちょっとプラスチック、まあまあこれもプラスチックなんだけど、まあプラスチックっていうか樹脂か、こういう部分が傷がちょっとついてる部分があるだけ、あとリアのハッチにエクボが一つあるぐらいかな、ぐらいまで綺麗になりました。はい、でリアのハッチに関しては直してないです。わかるかな、あれどこだったっけ、これかこれか、あれこれかな、うん、ちょっとその本当その程度なんで、だから気になる方はね、リペアなんとかあの辺、なんかこうなんか棒突っ込んでこうぐじゅぐじゅってやってね、ここポコって出してくれるところがあるんで、まあそういうところでお頼みになった方が安いかとは思うんですけど、まあもしかしたらちょっと内側に剥がしてね、後ろからあのドライヤーで当てながら後ろからこう指でポンポンと押したら多分出てくると思うんですよ。まあそれちょっとね、一回試してみようかなとは思ってるんですけども、あとこの辺ね、傷が結構ね、ついてるんです。で、前はここにジャーッと傷がついてたんですけど、それをね、全部塗装で落としました。はい。綺麗になりましたんで、はい。パッと見はね、もう全然、普通に綺麗だと思います。で、ここちょっとちぎれちゃってたですね。ちぎれてるっていうか、ここ擦っちゃってるんですよね。同じように、だから多分、ここから擦って、ここに当たって、まあ、向こうにも当たった。どうやって当たったんだろうな、わかんないんで、まあ、向こうも当たって、でここにも傷がついてたんですよ。はい。ですけどね。まあちょっとすみません。この辺ね、ちょっと傷があるんですが、まあこれはちょっとね、さすがに取り替えるのは結構お金かかるんで、まあもうあれだったらね、こういうのね、タイヤワックスみたいな、ああいう、こう、ワックス系とかね、塗ってもらえると、液体ワックスですね。黒くなるんで、それでまあ、あれが大体わからなくはなると思います。で、そんなにあとね、傷とかね、そうないんですよ、正直言って。ある昨日ね、ちょっと内装がね、やっぱりちょっとなんかこう違和感があったんで、少し汚かったんで、もう一回綺麗にしました。全部ね、消毒とかもね、リンサークリーナーで全部これ、汚れね、落として、それでその後に、ね、熱湯じゃなくて熱いね、湯気とかで、全部消毒をして、それで今この状態です。だから綺麗ですね、中身はね。今下のフロアマットね、今乾かしてるんで、ちょっとフロアマットは今ないです。はい。フロアマットはありますんで、大丈夫ですから、はい。で、後ろから見た、前の席になりますね。だいぶ綺麗、まあまあ前も綺麗だったんだけどね、ちょっと昨日ね、2時間、3時間ぐらいかけて、綺麗にしました。中すごく綺麗ですので、もともとね、綺麗だったんで、評価もね、かなりいいものつくと思いますんでね。よいしょ。でね。よいしょ。距離はね、7213キロですね。7213キロになります。で、チルジテレビですね。それと、ナビゲーションがついてます。それと、バックカメラですね。ついております。一応、欲しいものはね、すべてあると思いますんでね。はい。あと、この、ETC ですね。これは多分 2.0 だと思うんですけどね。もう時代的にそんな古いものじゃないと思うんですけども、ごめんなさい。ちょっと僕もこれが何なのかが、ETC の種別まではわからないので、ごめんなさい。で、オートエアコンです。あとマニュアルモード付きのね、このこうするとシフトダウン、こうするとシフトアップ、ダウンアップダウンアップでね、なります。で、まあちょっとこのね、向こう側に、まあもう2速までしか上がらないんだけどね、あと1速2速でね、で 5速だったかな、ちょっと6速だったかな、なんかその結構上までありますんで、はい、燃費の方もよろしいかと思います。で、こちらはね、ナビゲーションの、スイッチ類です。なんで、まあ、これを押していただくと、テレビになって、で、今、この一番端っこについてるんですけど、これを、
ダイヤルをね、ダイヤルで全てやります。ダイヤルをこう回すと横に回ります。で、これはこう押すと交通情報とか FM、AM、ちょっとわかんないんですけども、これちょっと僕のね、iPhone がなんか登録されてるんですよ、ごめんなさい。あとテレビですね、ここで、買います。まあ DVD にしたりとか、Bluetooth ラジオみたいな感じでね、Bluetooth で YouTube の例えば講座系のやつとかね、そういうのだったら、もう聞くだけだったらね、これで聞けますんでね。で、こちらね、ナビゲーションの方の、音量とか、チャンネルとかね、変えるやつですね。ちょっとテレビにしとこうかな、これね。はい。いう感じになります。よいしょ。こういう感じですね。一応ね、車内の方見ていきたいと思います。本当、昨日、本当、綺麗にしたんで、綺麗です。ね。エアーで全てね、ホコリとかまで吹き飛ばして、で、掃除機入れて、ケルちゃんのすごい、やけどする湯気が出てくるやつ。なんつったっけかな、あれ。あれをね、で、あとリンサークリーナーで、ブラシの先に、水がピューって出るようなやつで、シュシュッとした水が出てきて、ブラシでコッコッとこすって汚れを落として、で、その汚れを吸い取ってくれるやつですね。やつで全部きれいにしてますんで、はい。まあ、もちろんね、全て 100% 取れてるわけじゃないので、またお客様がね、掃除したらまた、ね、少し汚れた液が出てくると思いますけども、それはちょっとごめんなさい、はい。で、こちらもね、結構汚かったんで、もうすべてリンサークリーナーで綺麗にしました。で、もちろん湯気とかね、そういうので、全部綺麗にしましたんで、ちょっとね、こんなに毛がついてるな。はい、いう感じです。まあやっぱりね、ちょっと 100% ね、綺麗にするっていうのはね、どうしてもできないので、それでも、まあまあ普通にここで僕、顔くっつけて寝ることはできます。まあ、小さいところ入れないけど、はい。もし子供だったらね、別に全然入ってたと思います。いう感じですね。はい。ちょっと。で、これね、意外とね、もうチャチいんですよ。これもただ単にここにプッて上からやってるだけで。で、これも。よいしょ。よいしょ。これでついてました。今ちょっと中途半端についてたんで申し訳ありません。いう感じですね。はい。まあ CX5 とか CX8 とかね、CX なんだっけ、60? なんか80だか、なんか60だかあったと思うんですけどね。そこまでちょっと大きいの乗りたくないっていう方にはちょうどいいサイズだと思います。で、私もこれね、かなりの時間乗ってみたんですけども、まあまあ全然問題ないですね。オートクルーズがあったらね、良かったんですけどね、オートクルーズがないのがちょっと残念でしたよね。車線通過装置がついてるんで、車線またいでるとピコ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 なりますんで、はい。安全運転はできるかと思います。スカイアクティブエンジンです。エンジンです。まあ、7000キロしか走ってないと、ほとんどね、もう車庫の中に入ったんだと思いますんで、はい。ちょっとお年寄りの方が乗ってたみたいなんで、少しね、内外装は汚かったかなと思うんですけども、まあ全部全て綺麗にしましたんで、はい。問題はありません。で、LED ライトがついてますね。いう感じです。よし。さあね、今日は、ね、平成30年、まあ平成30年のね、最後の、平成のお車かな、なりますんでね、年式的には。そちらのね、マツダの CX3 です。もう CX5 とかね、もう遜色ないとは思うんですけども、まあ、車庫の関係とかね、あとやっぱ運転がちょっと自信がないっていう方にはね、こういったお車いいんじゃないかな。 SUV の形でね、これは肉になりますけども、 SUV の形になっておりますんで、で、欲しい装備ね、ほとんどついてます。ついてないのオートクルーズぐらいですね。あったらね、よかったんだけどね、僕もそれオートクルーズ大好きなんでね、はい、いう感じです。まあ、そんな感じのお車でね、もう販売開始しておりますんでね。で、こちらの方ですね、バンパー、こちらのここの部分と、まあ、またYouTube の方でね、
画像で入れときますけども、前のやつ、多分入れられると思うんだけどな。ちょっとね、まだね、ここね、あとここをね、直してます。なんだっけ、なんとか、ごめんなさい、動画ソフトね、動画ソフトが慣れてないんでね、使い方がわかんないんですよね。なんか二分割になっちゃったりとかするんでね、なんでなんだろうとか思いながらね、で比率とかもちょっと合ってるんですけどね、もう誰かね、わかる方をして、パワーディレクター使ってるんですけども、全然わかんない。参っちゃったね。前のなんか中国かどうか作ってたようなやつの方はね、ちょっとまだまだ簡単だったんですけどね、いう感じです。そしたらね、車買い取り専門店 J ボーイ明石店です。はい、で、電話番号の方が 078-939-3070 になります。今日もね、いい天気です。今日はね、定休日なんでね、私もちょっと上は私服のジャンパー着てるだけなんですけどね。はい、っていう感じでね、これから床屋さん行って、ジム行って、それから、アップの方ね、YouTube の方の、編集をして、まあ、編集したらね、最初は編集しないんでね、何が編集だよとか思うでしょうけども、編集させていただいて、アップさせていただきますんでね、ぜひともね、またこの土日お待ちしておりますんで、お客様のご来店お待ちしております。いつもご視聴の方ありがとうございます。この動画少しでもね、良ければいいねボタンの方をお願いいたします。また、こういったお車のね、情報を、発信して、回転車ですね、回転車、今はね、もう玉数が少ないのでね、ね、少しでもいいなと思ったお車ね、すぐに手つけていただいた方が、本当取り合いになっちゃってる状況が多いので、そうならないためにも、少しでも早く、ご来店いただいて、ご購入考えているお客様おられましたらね、ババッと申し込み入れてください。よろしくお願いします。さあ、車買い取り、チャンネル登録の方もお願いしますね。さあ、車買い取り専門店 J ボーイ明石店でした。失礼いたします。